ボヘミアン・ラプソディはクイーンの楽曲である。作詞、作曲はフレディ・マーキュリー。1975年に発売された4作目のオリジナルアルバムオペラ座の夜に収録された後、同年10月31日に同作からの第1弾シングルとしてリカットされた。演奏時間は約6分でリフレインのコーラスがなく、イントロとバラードのセグメント、オペラのパッセージ、 ハードロックのパート、コーダの複数のセクションで構成されている。ボヘミアン・ラプソディは全英シングルチャートで9週にわたって第1位を獲得し、1976年1月末までに100万枚以上の売り上げを記録した。1991年のマーキュリーの死後に再発売され5週連続で1位を獲得し、イギリスで3番目に売り上げ枚数が多いシングルとなった。 同時に、同一のアーティスト、同一の楽曲が2度前衛シングルチャートで第1位を獲得した唯一の例ともなった。2004年に本作がグラミー・殿堂賞を受賞した。ポピュラー音楽を対象とした世論調査においてたびたび登場しており、マーキュリーのボーカルパフォーマンスは、ローリングストーン氏の読者によってロック史上最高と評価された。 2018年時点で20世紀に発売された楽曲で最もストリーミング再生された楽曲となっており16億回を超えるダウンロード数及びストリーミング再生回数を記録した。また2021年に改訂されたローリングストーン氏が選ぶ The 500 Greatest Songs of All Time にて17位に選ばれた。マーキュリーの友人であるクリス・スミスによると マーキュリーは1960年代後半にボヘミアン・ラプソディを書き始めたという。マーキュリーが当時書いていた楽曲の一つにはザカウボーイ・ソングの歌詞には本作のフレーズでもあるママ・ジャスト・キールド・エーマンというフレーズが含まれていた。ブライアン名はザカウボーイ・ソングを初めて聞いた時のことについてフレディが父親の職場から拝借した付箋のような大量の 紙切れを持ち込んでピアノを弾き始めたのを覚えている。彼はまるでドラムを叩くかのようにピアノを弾いていて、それは彼が説明していたオペラのようなものからまるでかけ離れていた。きっと彼の頭の中でハーモニーが展開されていたんじゃないかなと語っている。バンドは1974年半ばにリチジファーム、スタジオで1ヶ月にわたってリハーサルを行い、 ヘレフォードシャーのペンドスコートでの3週間のリハーサルを経て、1975年8月24日にロックフィールドスタジオでレコーディングを開始した。レコーディングには24トラックのアナログテープが使用された。5月に1日中から12時間ほどでボーカルパートの録音を行ったと伝えられている。楽曲全体のレコーディングには3週間費やされ、 一部のセクションでは180トラック分のオーバーダビングが施された。ボーカルパートのオーバーダビングにあたっては、マーキュリー、メイ、ロジャー・テイラーの3人で160トラック分のオーバーダビングが施され、メイは繰り返しテープを回していたから、テープは擦り切れていって、照明に当てると向こうが透けて見えたほどだった。音楽もほとんど消えかかっていて、フレディが もう少し、ガリレオを足そうという度に、何かが代わりに消えていったと振り返っている。曲の構成は、冒頭から順に、アカペラバラードオペラハードロックバラードであるに、の延長となっている。ヒットしたために、ステージでのライブ演奏が要求されたが、バンドのメンバー4人だけでの通奏や完全再現は、不可能であった。初期のステージでは分割した形で、 2と4とそれぞれ別々の曲と組み合わせたメドレー形式として演奏された。その後、中期以降においてはほぼ一曲通して演奏されることとなったが、1は省略して2のイントロ相当部分のフレーズの繰り返し、ないしは独自のピアノ弾き語り部分を冒頭に付加して行われた。3はテープの実を流し、その間に衣装を変えて、 再登場して4以降をライブ演奏するなどの視覚的効果も加えられた。1985年に行われたライブエイドでは1曲目として2のみが演奏され、名によるギターソロからそのまま流れるように次の曲であるラジオガガに移った。クイーン、ポール・ロジャースのステージでは1は省略2はマーキュリー・ゾン・メイジのライブのボーカルトラックに合わせた演奏。 3はテープ4以降ポール・ロジャースも加わるという構成だった。クイーン・アダム・ランバートのステージでは、1は省略、2は1番はアダム・ランバート、2番はアーカイブ映像によるマーキュリー、3はテープ4は再びアダム、5はマーキュリー・アダムのデュエットという構成になっている。キーポイントでもあり、 ライブ再現での最大の障害ともなっている3のコーラスの録音は、ドラムセット、ピアノ、ベース、ギター等のバッキングトラック、マーキュリーのリードボーカルとミックスされない仮歌のトラックを除く、残りのトラックにメンバーが何度もオーバーダビングすることによって、約200人くらいの声の効果を出そうとしたものであり、実際にそれくらいの声が重ねられている。また、ダビングのしすぎで、 テープが劣化し、テープを明かりにかざすと光が漏れて見えていたというエピソードが残されている。このエピソードは2018年に公開された本作と同名の映画でも触れられている。世界初といわれるプロモーションビデオは序盤と終盤は演奏シーンで、冒頭と中盤のオペラ部分ではメンバーがクイーン2のジャケットを彷彿とする暗闇の中で歌うというミステリアスな世界観が、 描き出されている。このプロモーションビデオは音楽界に衝撃を与え、多くのパロディ作品が作成された。メンバーが暗闇の中で並んでいるシーンはもはやクイーンの代名詞的な存在となり、ラジオガガやワンビジョンなどのクイーンの楽曲のプロモーションビデオの一部にも登場している。口述の通り、2019年に YouTube でのビデオの再生回数が10億回を突破し、 それを記念して従来のものと同じ URL でプロモーションビデオのリマスターバージョンが公開された。バンドが本作のシングルカットを計画していた際、レコード会社は当時のシングルの演奏時間が3分程度であることから5分55秒では長すぎてヒットしないだろうと否定的であった。しかしメンバーはシングルカットするべきだと主張。そこでバンドは マーキュリーの友人で、キャピトルラジオのケニー・エベレットと共に、曲の一部だけを放送して、リスナーに興味を持たせ、その後2日間で14回も、本作をエアプレイした。これにより、本作のヒットにつながることとなった。1975年10月31日に、未編集のシングルが発売され、B 面には、本作と同じく、オペラ座の夜からのリカットで、 ロジャー・テイラー作の I'm in love with my car が収録された。シングル版は全英シングルチャートで9週にわたって第1位を獲得した。1991年のマーキュリーの死後、輝ける日々との両 A 面シングルとして再発売され5週連続で第1位を獲得し、同じバージョンの楽曲が全英シングルチャートで2回も第1位を獲得した初の例となった。 アメリカでは1975年に発売されたシングル版がビルボードホット100で最高位9位を獲得しアメリカレコード協会からゴールド認定を受けた2002年にはギネスブックを発行しているギネスワールドレコーズ社が行った英国史上最高のシングル曲はというアンケートの結果2位のイマジンを抑えて1位になり受賞式にはメイト テイラーが出席した。その後、2004年にはグラミー殿堂賞を受賞し、2018年には YouTube や Spotify などのストリーミングサービスでの再生回数が16億回に到達し、20世紀に発表された楽曲の中で、全世界で最もストリーミング再生された楽曲となった。1992年のフレディ・マーキュリーツイートコンサートでは、 エルトン・ジョンとアクセル・ローズが歌った。バラード部分はエルトン・ジョン、ロック部分はアクセル・ローズが歌い、最後にエルトンとアクセルが一緒に歌うという構成。日本では世紀末のボーカリストのデーモン作家がタモリの音楽は世界だ。ロック、藤山などの TV 出演時に独唱でこの曲を歌っている。また、グッチユー雄造はハッチポッチステーションのコーナー。 ハッチポッチ MTV で同様犬のおまわりさんとクロスオーバーさせている。このコーナーでは PV の映像を演出に至るまで丁寧に再現している。ありがとうございます。